ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ世界のコース行ってみよう。はい、それじゃあ、それじゃあ、シンクファスト。一発ネタ。よし、行こう。クリア率 6% いける？ベストタイム21秒。一発ネタ。スピードラン系？ではない。キャー！お、いけ！落ちるんや。なるほど、そういう系ね。行くぜ、行くぜ。おっと、危ねえ。ちょ、待って。助けてー！ギリッギリ。はい。いやー！え？あー、あれ？おさんと行くのか。は。これや！はぁ、オッケー。で、この扉か。にゃー！危険、危険、危険。え、これはどうやって行け、あー、普通に滑り降りるってこと？あー！よいしょ。行くぜー。絶対初見殺し。だってこれコース分かってなかったら絶対できんやん。え？え？待って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 。え？ちょ、待ってって待ってって。あの、消えたよ。消えたし戻れないんだけど。これはどうすればいいんすかね？バグですかね。詰まったんですけど。ちょ、待って。スタートからやり直すわ。危ない。一番上まで戻ってきた。はい。さあ、そして、ポッ！ああ、入れた！感動！ちょっと待ってー！せっかくの私の感動を返してください。おーね。はい。ふわっと。はい、ポン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 。よし。はい。危ない。最後別に飛ぶ必要なかったね。これはつららが落ちてくるやつ。やった、ゴール！最後の最後刺されるかと思った。ここね、もうゴールやのに、死にたくない。しゃがみ込んだ。コースクリアー！いいね。ふぅ。はい、そして、ジャーニービロー。どういうことやろ？旅？クリア率 27%。ジャーニービロー。スタンダードギミック系？お、ビローってなんとかなんとかの下にみたいな感じやってるね。違った？お、しかし、取れない上にワンナップ。はい。お、なんか破壊された。え、どういうこと？どういうこと？痛い。どういう状態？はい、ゴー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 。なんか今、黒いパックンがおった？もしかして。はい。で、あれが行ってから、私が行けばいいわけですかね。ほうほう。なんか自動的に走った。じゃあ、あれは一体どこまで行くの？おー。なるほど。お、チ
中間、もう中間や。この下ね、なに、もうやめてよ、そういうの怖いんだって。なるほど、なんかちょいちょいさ、こういうところにとどまりつつ行くわけやね。とどまれるんや、こういうの。初めて知った。あー、落ちたー。あとちょっとやん。はい、下へ。怖いよー。なんなんよね、そのなんか殺人事件が起こりそうな。あの音は。どういう状態でとどまっとんやろね、あれ。超謎なんやけど。は、は、あぶねえ。これは？え、なに、どう行くのこれ。え、いけんくない？ん？え、どういう状態？痛い痛い痛い。え、いけんくない？戻るの？もしかして。でも行けそうな場所ないけどな、ここに。どうやろう。あ、ここ落ちていける？そんな簡単なことに気づかなかっただと？つらーい。ワンナップかーい。あ、待って！怖い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 。無理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 、やめて。はぁ、あ。よかった、ドスが。おぉ。スローペースで。ここにも入れんね。こっちか。ここ入れるの？もう入れた。あ、ここで中間取れた。なるほど。とりあえずここで記録だけしとくって感じ？で、あとは、こっちに進んでいく。にゃー！なんだ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 、助けてー。はい。怖すぎか。こっち側？待って待って待って、何事？どうした？どんな演出？あ、ゴールやった。やった。最後のムーディーな感じ何？コースクリアー。いいね。私あの事件が起こったかのようなあの、パンってやつすごい苦手なんやけど。はい、次、パラレルユニバース。謎解きギミック。頑張っていこう。謎解きか。どんな感じかしら。え？何？もう一回？なんだかよくわからないけれど。同じ場所に出てきて、でも壁があるな、なんか。あれ、ちょっと待って。帰らせて。はい。こっち側か？なんか。いや、でも何もできないですけど。とりあえずこっち入ろうか。あ、で、ここに降りる。あー、そっか。パラレルやから。そういうこと。なるほどね。で、あ、こっちの方向か。ここではないってことかな。入れって書いとる。入るべきなのか。どっちが本当の世界かわからんくなってきた。でもこれ。どういうことだ。は。どっかでキノコ必要なんじゃない？あのブロック、割れんや。ちょーい待って。は、は、は。
とりあえず、あの、キノコが必要だ。よっ。はい、オッケー。で、このキノコをゲットして、ここに入る。で、出てきてから、こう破壊して、上がると。よいしょ。んで、なんか今怖い文字出てこんかった。気のせいかな。あ、で、上か？お、背景きれい。お、下手くそか。よいしょ。よいしょ。こういうところぐらいスッと行きたいよね。お、中間。ナイス。お、これは。あ、入れないのこれ。あ、入れないのか。え、入れないの。あ、入れないんですか。またもう一回戻るってことかな。あの、なんか赤文字で書いてるのめっちゃ不気味やけんやめていただきたいんだけど。黒に赤文字。こっち破壊していけばいいってことかな。よいしょ。で、これを使う場所がこっちにあるのか。あとちょっと。全然地面じゃないところに到達したらどうしようと思ったけどよかった。はい、ここね。そして、あ、なんかもうすぐ旗な気がするな。違う？違うんかーい。このまま旗に行くかと思ったのに。何、びっくりしたやん。やめて。え、上がれんの？ここ入れんのかい。はっ、これで下でなんか怒っとるとか。何も怒ってねー。え、このまま進んでいくんかな。でも入れのマークあったけどな。あ、あー、あー、これ上行けるんかな。え、何？でもこっち側にも矢印があるってことは何かして、あ、もしかしてこの甲羅が必要？落ちといて。持っていくんかな、これ。とりあえず持ってこう。これが向こう側に必要なんかもしれんね、もしかして。どういう風に必要なんやろ。あ、これ持ったまま飛べるんや。ちょいと待って。届かねえ。無理やわ。え、ちょ、待って、これ途中。浮いていけるとかじゃないよね、別に。あ、浮いていける。う、浮いていけた。あ、なるほどね。そういうことね。で、ここか。何？やめてよ。うわ、びっくりした。めっちゃ敵出てきたと思う。あ、なるほど、ゴールか。やったー。いいよ。もうちょっと上にしがみつきたかった。イエーイ。コースクリアー。なるほどね。いろんな知恵が必要なわけだ。謎解きギミックやもんね。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。私もしかしてあれかな、あの、マント一人やつと、あの、今のヘリコプターみたいな、タケコプターみたいなやつと、操作の仕方間違えとんかな。